君の名前は？エカヒコで。彼の名前も教えてくれたまえ。タカヒコで行くか。まあ僕もポッチャマを選ぼうと思います。黒金のポケモンジムに挑戦だな。でもこれでやれるから研究の成果をよこしなさい。銀河団ね。アクセシティについたということで、ジムリーダーの何が勝負しくてきた3体か。とりあえずトバリシティにやってきましたが、スモモか。やってまいりました、ノモセシティ。それマスクか。それここのジムリーダーはゴーストタイプ。そしたらジムリーダーになりました。ミオシティへ行こうか。ということでミオシティ来ました。あ、来た。いや、ヒョウタのパパ。これおい、何地震や。なんでも立志湖で爆発が起きたそうだ。立志湖に何が起きているか調べに行こう。誰だこの取り使いもどき。仲間のマーズが新事故で次のポケモンを捉えているだろう。銀河団が何をするのかお楽しみに。そうだ、エイチコどうだろう。高彦が心配だ。じゃあとりあえずまあ銀河団におとしく話聞いてますか。切っ先のジムリーダーに邪魔されないようにここにいる。切っ先ってどこ。右側なのかな。あー、来ました来ました。ポケモン、センターがありそう。ありがたい。町がありましたね。ジムリーダーここにいるんだ。さて、ここでは何をするべきなのでしょうか。一旦ちょっとね、教えを見ましょう。切っ先ジムへ行こう。あ、なるほどね。切っ先ジムです。じゃあちょっとね、ジムを行け、ジムに行けと言われたのでタイプ確認していきますか。あ、まあそうか、言わずもがなかな。氷だろって感じか。そりゃ氷やろって感じか。オッケー、ちょっと聞いてみよう。オス、未来のチャンピオン。このジムの足腰に置かれている邪魔な雪玉、氷の上を滑って勢いをつけてぶち壊せ。そしてここのジムリーダーは氷タイプの使い手。燃える炎の技で氷を溶かしてやれ。とにかく気合だな。気合で体ごとぶつかれ。なるほど、じゃあ炎のポニータ。ポニータちょっと待って、レベル低いぞ。ポニータが一番重要なんだけど、レベル低いからね、戦いづらいといえば戦いづらいですけど、ちょっといろいろ見てみる。ただシンプルにジムリーダーを倒そうと言われてますけど、ジムに参加する前にちょっといろいろ聞いてみようかな。この先は許された者だけが入れる切っ先の神殿、お引き取りください。あ、すいません、ちょっといろいろ話聞いてみますか。せっかくなんでね、収穫があるかなんか。さあ、アーチャーモーだ。久しぶり見た、アーチャーモ。ねえねえ、あなたチャーレムってポケモン持ってる？よかったら私のゴーストとあなたのチャーレム交換しよう。チャーレムね、持ってない。残念。多分アサラン進化したらチャーレムになるよね。違うっけ。彼女のチャマイケ俺大好きなんだよね。おい、何のろけんな、やがましい。埋まってる、めっちゃ埋まってる。スザンさんにポケモン教えてもらってるの。まずはポケモンと仲良しになることから始めるんだって。スズナさんどこ？スズナさん埋まってる？ここの辺。スズナさん？こっち側にスズナさん埋まってる？スズナさん？スズナさん埋まってます。スズナさんいないか。この辺りまつげが凍るぐらい寒いの。だからもうちょっとあったかい方が安心かしら。ああ。じゃあめちゃめちゃやっぱ気温低いんよね。すごいね。まつげ凍るってすごい、相当じゃない？おじい！君君、なんかいい言葉知ってる？いるいい言葉？イルミネーション、マルマイン、ブリリアント、シャイニング。ああ。じゃあまあ、このゲームダイヤモンドしてるからブリリアント？な、君、今わしの頭、見たじゃろうよ。終わりかい。なんやこのだるい会話。あと、船乗りの人たちいる？仏教やね。何もない。それが個性になることもある。あ、いいこと言うね。すごくいいこと言うじゃないですか。これ誰ですか？エリトレナ。うふふ、ここは雪の町。寒くて凍えそうだけど、トレーナーとポケモンの心は熱く燃え上がってるわ。特にジムリーダーはね。なんか同じこと言ってる人いたな。途中にも、空手家の。これ誰？ポケモンリーグでその力を認められた。そんなすごいポケモントレーナーをこの船に乗せたいものだ。なるほどね。じゃあジムリーダー倒して力を示せと、そう私に言ってるのかい。じゃあもうここもストレートにジムに行くしかないんですけど、でもポニータがさ、レベル低めじゃない。まだ40達してないよね。使えば達すか。一応前にしとくか。もうベンタロー、まあ一応ね、こう後ろ盾もいますからね。ベンタローなり、この辺ね。炎がね、炎のなんかあったっけ？炎なんかちょっと強い技を覚えさせときます。この機会に。
あった。火炎放射ね。激しい炎を相手に、ワタッピも覚える。ヒヒン。あ、なるほどね。ワタッピに火炎放射を覚えさせるという手もあるとか。どうなんでしょうね。相性的には。まあ、強そうですけど。火炎放射覚えさそうかな、じゃあ。ヒヒーンに覚えさせたいよね。でも炎ですからね。ワタッピに覚えとくのもまあまあまあ、でもなんていうかな、こう裏を書くにはすごくいいかもしれんな。ワタッピレベル高いし、うわどうしよう。ちょっと待って、ちょっと待ってね。ちょっと一回ちょっと吟味させて。ポケモンセンターでちょっとポケモン他になんか有能なやついるっけ。決めましたよ。火炎放射はね、あのデパートで買えますから、火炎放射ね、一旦ワタッピにね覚えさせてみようかな。じゃあ何を忘れるか問題は、眠り状態にするか。命中がでもめちゃくちゃ低いのよね。この命中1/2、これをどう取るか。眠らせられればまあでかいっちゃでかいけど、やっぱやっぱ歌うあったらいいなって思った時はこれ入れるか。ちょっと歌うだけじゃ命中が低いというところを見て、火炎放射にちょっと変えてみましょう。変わり種としてね。ちょっとこれでいこう。まあなんもわからん。じゃあ行こう。それで一応まあ育てたいという気持ちを込めてヒヒンを先頭にしておきますが、まあその後ろにワタッピ入れとく。じゃあ今回はこういう布陣でいきますか。ペンタロウ兄さんは一旦こう後ろにね、いてもらって見守っていただきましょう。ちゅうわけで、じゃあジムね、これやっていこうか。めっちゃ滑るじゃねえ、これすっげえ滑るなこれ。こういうこと、ちょむずくない、ほいや。あ、すごい後ろにつくパターンあるのこれ。喋りかけて、まあやるか。ほいや。ジムの仕掛けに少し熱くなってるんじゃないの。勝負はクールに挑まなきゃ自滅しちゃうわよ。やかましい。よし、エリートトキコ、オッケー、ペリッパーね。あーやばい、ちょっと待って、そうか、氷とは限らないのか。氷関係ね、水も出してくんの、ちょっとまずい。よくないよくない、最悪。雨降らしてきやがった。じゃあもうペンレントラーじゃ、水はちょっと分が悪いぞ。さあちょっとまあ攻撃力下げて、こいつに今10万ボルト食らわせれば多分一撃でやれるから。あ、翼ですよ。飛行タイプ別にそんな効かないよね。オッケーオッケー、問題ない。10万ボルトの餌食です。じゃあやったれ、いけ。オッケー。さあちょ、多分ヒヒンを育てたいから氷タイプを出してきてくれ、お願いします。あ、でもこの間接的にヒヒンがどんどんレベル上がってんな。ムーニーも上がってる、いいね。そしてゴールダック、あー水なのか。じゃあこのまま行こう。ちょっと期待外れでしたねここは。なるほど、水も出してくんだね。わかったわかった、水氷で攻めてくんだ。じゃあそこに合わせて対応していかないといけないって感じか。なるほど、じゃあ今回使っていくのはレントラーとかと、あとワタッピヒヒーンとかになりそうかな。ハガネール、ハガネール、ハガネールですか、まさかの。ちょっと待ってくれ、ムーニーはまだ戦えないでしょ。ムックリのインファイトでやるしかない。ちょっとね、それは予想外。ハガネール出てくると思われた。ハガネール関係あるかな。氷のジムに、マジか、裏切られたな予想を。はるかにハガネール何レベル37か。ムーニーでもよかったかもな。次あるときはちょっとムーニー出すか、インファイト。とりあえず今はこれで、まあ、ちょっとね、特防と防御がすごい下がっちゃいますけども、まあ、多分むっくりであれば全然耐えられるんじゃないかなと。あ、嫌な音ですか。はい、ありがとうございます。攻撃じゃないのありがたい。体力を減らさなくて済む。これでじゃあ再びインファイトをぶち当てて、やりますか。これでね倒せるわけですよ。よし、オッケー。まあペンタロウでもよかったか。水、雨降ってたしね。ペンタロウの方が良かったかもしれん、もしかしたら。まあ終わったことはしょうがない。起きた、え、ムーニーが進化する、ついに。すごい、これが何け、チャーレム、チャーレムになるだっけ。
おい、来た。ここでチャーレムになるのか。オッケーオッケー、これはでかいぞ。格闘タイプね、チャーレム。格闘エスパー、ヨガの修行によって第6感が発達した。優雅に踊るような身のこなしね。いつヨガの修行してた、俺の知らぬ間に。いいじゃないですか、ムーニー。ちょっとムーニー感ゼロになりましたけど。でもちょっと進化したことによってだいぶ使いやすくなったぞ。おいおい、どこまで行くねん。あ、すごい、ジムリーダーのとこ来ちゃった。あ、ここまだ行けないのか。危なっ。ちょっと待って、むずい。あー、バレた。まあいいか。切っ先の雪の中、ひたすら勝負に明け暮れている。俺たちの強さを見せてやろう。ねえ、雪のこんな寒い中で熱い勝負を繰り広げていると、まあそういうの熱苦しいな。よしよ、あ、雪かぶりね。来た来た来た、待ってました雪かぶり。こういうの待ってたのよ。これでこそね、飛品の炎が光るわけですよね。あ、だるい、雪降らしやがったこいつ。あられが。まあ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 、しかしこれで一撃ですからね。これ多分やれる一撃よね、多分。レベルちょっと高いけど。 OK、 ありがとうございます。さあ、これ飛品もね、ワンチャン進化していただいてもいいんじゃないですか。まだですかね。あとどこにいんだ、います。おー、すごいすごいね、なんか。あ、でもこれでいけるぞ、こいつ。こいや。寒いのであまり話したくない。なんかそれぞれ、人それぞれやね、なんかね。このジムでね、こういう風に働いてるという人たちはやっぱこう寒さに強いという風に思い込みますけど、やっぱ無理な人は無理なんですね。で、フローゼルですか。ちょっと待ってください、分が悪いです。じゃあレントラーにここはね、変えさせていただきますけれども、まあ水タイプ相手なので間違いなくレントラーが効果抜群ということで、おなじみの10万ボルト打たさせていただきます。フローゼル終わりです、これで。しかも威嚇が入って攻撃も下がりますからね、大してダメージは食らわないことでしょう。いや、しかも攻撃をしてこない。これ何、命中率下がるやつっけこれ。あ、防御が下がる。あ、全然大丈夫。攻撃を受けなければいいんです、防御が下げられても。そう決まってます。はい、いや、氷タイプ来てくれたら嬉しいな。フローゼル、でもなんか水タイプ使ってきそうな雰囲気じゃない、フローゼル最初に出してくるやつ。あー、違うっぽいけど、なんかどうなんでしょう。ニューラってそもそもなんだっけ。ノーマル、これ格闘入れたらいいのか。ちょっとね、ノーマルに対して格闘ってどうですか、ムーニー。ねえ、ムーニー感ゼロになっちゃったけど、ムーニー、さあどうですか、格闘食らえますか。ニューラなんかノーマルっぽいよね。効果抜群じゃね、やった。飛び膝蹴り、ハッケイ。飛び膝蹴りってなんだっけ。あ、103、めっちゃ強いやつか。ハッケイは60、麻痺状態にすることがある。オッケーオッケー、じゃあなるほどね。じゃあ多分ね、ノーマルタイプなんじゃないかな、格闘が効果抜群。あー、動くのが早い。あ、いった、いけ、ハッケイ。麻痺引いたら、麻痺引くまでもなかった。わー、いいね、これちょっとあれだな、ムーにちょっと活躍しやすくなったね。やっぱ進化したことによって大きいですね、やっぱ進化というものは。ということで、あー違う違う、待って待って、これ階段とかまともに登れないのか。これどうやっていくんだ、こういってこうやって上に行けんのかな、こういう感じ。はい、ここね、さ、雪玉さ、これどうやって転がすん。あー、やばい、見つかっちゃった。最近ポケモン始めたけれど、強い仲間に鍛えられここまで強くなったのよ。歴としては浅いんですか、ポケモン歴は。雪かぶり、ああそうです、ありがとうございます、それを待ってました。じゃあここは、何ですか、火炎車でしたっけ。火炎車、こいつを当てては勝てる。雪かぶりだけか。 OK、 ポケモン1体だったよね、持ってたの。はい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 、経験値いただきましたね。よし、なんてすごいのかしら。ねえ、いや私もね、浅いですけどね、エリートトレーナーの方に。おわ、なるほど、え、こうやって割れんの。あ、登れない、勢いが足りない、こいつもか。これやってないよね。吹雪サブ、え、吹雪サブ、え、吹雪スサブ、吹雪スサブ、雪の中鍛えた精神力、それを君にぶつけたい。
なんか発散しきれてなかったんでしょうね、今までね。いい相手がいなかったんですかね。秀樹、ヌオー出た。ヌオー嫌いですね、ヌオーはね。これ水タイプですけど、これヌオーさ、これ効かなかったよね、電気の攻撃。ということはですよ、これはもうペンタロウで、まあちょっとね、効果抜群でないですけれども、攻撃を受ける側と考えたらね、ペンタロウの方が多分今一つで攻撃受けやすいね。あー、地鳴らし危ない、危ない、地鳴らしは怖いね。どうなんでしょうか、ヌオってそもそも何タイプ、水入ってるよね。でもこんな見た目で水入ってないのちょっと詐欺すぎるよね。地面入ってるのか。でもあー、地鳴らしさすがに当たる。あー、えぐいえぐい。まあ、地鳴らしはしそうな顔ではあるよな。じゃあ戦う、塩水でもかけてやりますか。くらえ、攻撃力2倍や、うれ。さあ来いや。ちょっと待って、みんないい感じにレベル上がってる。いいぞいいぞ。ムックリはブレイブバード、かっこいいな。ブレイブバード強そう。飛行のね、あ、強い。100の120。羽を折りたたみ低空飛行で突撃する。自分もかなりダメージ受ける。あー、なるほどね、引き換えなんだ。これどっちがいいんだろう。ノーマル、影分身、なんか能力系はさ、回避率上げるのはいいけど、電光石火はま必ず先制攻撃ができる攻撃で、まあ、ノーマル、あー、どうかな。電光石火しますか。じゃあせっかくなら電光石火変えますか。影分身、一応なんか能力系1個入れとくか。ブレイブバード覚えてみました。かなりね、こっちの体力も削られるそうですけれども。さあ、あと何人いるかな、ポケモントレーナー。こっちはいけないのかな。あ、これ登れねえじゃねえか。あ、こう、あれ、うん、出ていくんだこれ。あ、こんな感じでこう、いけない、いけない。こうしてこうかな、こう。あ、来た、壊れたぞ。これで真ん中いけるようになる。こうこう。あ、あ、なるほど、こうか。でこうこう、ここここからこう下るとこれが破壊できる。オッケー。そして、なるほどね。ちょっと待って、向こうに行こう。じゃあとりあえずこっちに行って、こいつやったっけ俺、こいつやった。あ、やったが、こっちに降りる。そしてここ、ほらー、来たー。そしてどこに行きゃいいんだこれは。あ、これで真ん中から行けるようになるのかな。登れないんだ。こう、あ、登れないんだよ。あ、こうこうか、こうこう。ああ、いいか。でもこう一回こう降りて、こっちに戻ってきて、真ん中真ん中、はい、これで真ん中行けるようになりますよと。あ、でもここ破壊しないといけないや、左側から。あ、行けねえんだよ。どうやって行くんだよこれ。どう行けばいいんだ、これを登るためには。行き過ぎです、こう行く。あ、来た、こいつはやってんのか俺。こいつはやった、こんにちは。やってない、これが最後かな。お疲れでヘロヘロかしら。でもそんな時でも勝つのが強いトレーナーってもんでしょ。さあ、ごいや。いや、確かにちょっと精神的に疲れてきたなこれ。はいはい、ニューラね。何ですか、ノーマルタイプでしたっけ、ニューラ。格闘決めたらよかったでしたっけこれ。じゃあチャーレも出します。ハッケイを食らわしたらいいか。オーケー、本人の素早さが下がった。しかしハッケイで終わりです。いや、あっちの方が早い。ちょっとね、チャーレムのスピード欲しいですね。素早さがね、ちょっとね、上がるといいんですけどね。くれくれ。まあ、しかしね、効果は抜群、さらに急所ということで、オーバーキルですね、これは。毒クラゲ。毒クラゲですか。これじゃちょっと入れ替えましょうか。レントラーね。さあ、まあちょっとね、3ぐらい食らってますけど。
まあ大丈夫ね。多分毒クラゲとかよりもレントラの方が早いよね。さすがにね。で10万ボルトぶつけろ。いけ。オッケー。最強。勝ちましたね。そう、どんな時でも勝つのが強いトレーナーなのよ。あのね、トレーナーやりたいんですけど、あ、わかった。こう言ってこう言ってこうやればいいのか。するとこう破壊できる。オッケー、これで真ん中が空いた。こうやって破壊するんだ。ということはですね、じゃあまあ最初戻ってここ真ん中、あ、いけない。じゃあついにジムリーダー、あー過ぎちゃった。ジムリーダーいけますね。ようやく。みんな多分やったよね。ちゃんと確認しないけど多分やったわ。来た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 。大丈夫かメンツ。状態は悪くない。ムーニーがまあちょっと食らってる、ペンタロー食らってるぐらいけど、これぐらい大丈夫。スズナに挑戦？いいよ、強い人待ってたし。だけど私も気合入ってるから強いよ。ポケモンもおしゃれも恋愛も全部気合なの。そこんとこ見せてあげるから覚悟しちゃってよね。あ、スズナってジムリーダーやったよね。ジムリーダーのスズナさんやったよね。オッケー、なんか結構 JK じゃない、鈴菜。若いよね。レベル高めの雪かぶり、40乗ってますか。さすがにジムリーダーは40レベル乗ってる。ヒヒンで対処できるか。雪降らしであられをまあ降らされると。どうでしょう。あ、乗ってない。戦えるぞ。火炎車だ。力を見せつけろ。本領発揮。あい、いい。やれるね。戦えるね、ヒヒンも。もう38となれば全然いけるじゃないか。でただ相手が他になんか水タイプとか出してきたらめんどくさいんですけど。あ、ニューラね。じゃあこれムーに活躍させちゃう。やられちゃうかな。半分まだでも切ってないからなんとかなるんじゃないかな。抜群だしね、格闘。これ飛び膝蹴りを決めれば一撃やし。まあでもハッケーでもやれるのかな。レベルによるか。あ、いけそう。レベルタイならいけるわ。ハッケイ爪研ぎね。やばそう。攻撃力上がるやつこれ。まずいね。これはちょっとやっておきたい。何食った今。何食べた今。どういうこと。いや、分からん。なんか身食って死んだぞ。どういうことや。あ、チャーレム出そうとしてるやん。入れ替えろ。まあ、格闘といったらまあむっくいよ。めちゃめちゃいいやん。今回のメンツ結構正解じゃない。うまくいってんだパーティーが。めちゃめちゃうまく回ってるぞ。ブレイブバード使ってみようかな。なんかめっちゃどんくらい減るかちょっと確認しよう。どんくらい減るんやろこっちの体力。反動がどれだけあるのか。半分はさすがに減らんよね。あー、まあまあでかいね。結構ワン。確かにでかいと言われればでかいけど、まあ大したことないといえば大したことないかもしれん。雪の王ね。これあれか、なんか雪のなんかのやつか。なんか何やったっけ。雪の下やったっけ。雪の下じゃねえ。じゃあちょっとヒヒン頑張ってみますか。多分ね、相手結構レベル高いと思うんですけど、ちょっと強めの相手にこう戦いを挑ませてみよう。頑張れるかな。とっておきのポケモンで相手してあげるんだから。雪の王ね。でかでかいわ。なるほど、火炎車。なるほど、火炎車です。あ、でも上取ってんだ。これ耐えたらいけるぞ。ギリギリ相手のなんか回復範囲外。いいね。まずいか。うわー、ヒヒーン強かった。なんでかわいそうに。わたっぴ火炎放射で敵を取ってくれ。おい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 、強いな。あなたの気合伝わってくるけど負けないからね。え、でもちょっともうやれますよね多分。これ火炎放射やってたらいけるんじゃね。ほら、来た。敵を取ってやったさ。
おひひかわいそうに。あとでポケセンで回復してあげんでか。きた、すごいんだ、ちょっと尊敬するかも。な、高校生らしき人物から5000円をね取るというね。ごめんねペンタロ、俺もうちょっとペンタロ進化させられない、心が痛い。すごいんだ、あなたのことを尊敬しちゃう。うん、なんだかあなたの気合そういうものに押し切られちゃった。そうだ、これあげないと。きたー、バッチ7つ目、もうすぐ8つ目、最後か次のジムで。じゃあグレイシャバッチをもらった。今あげたグレイシャバッチでポケッチの秘伝技からロッククライムが使えるの。あとこれもどうぞ。シールね。あと技マシンくれるよ。何かな、技マシン72。何、雪なだれ。あ、これ見てないね、さっきのバトルで。相手の攻撃でダメージを受けていたらなんと技の威力が2倍になる。ちょっと受けただけで、なんていうか気合たっぷりな技って感じでしょう。なんかちょっとなんか卑怯な感じもするけどね。終わり、これで。やったー、これでロッククライム、あの岩なんかゴツゴツしてるとこ登れるってことよね。まあちょっと一旦搬送するか、ヒヒンやられたしな。緊急搬送してちょっと行きましょうか。またあれだよね、銀河団のとこに行かないといけないってことだよね、これね、この感じ。しゃあ、じゃあね、この喫茶シティか、まあ、ここ、ああ、違う違う、ジムに入っちゃった。まあ、さっきのね、銀河団のところにちょっと行こうかなと思うんですけれども、一回ちょっと乗せてくれるかな、話だけ聞いてみよう。ポケモンリーグでその力を認められた、そんなすごいポケモン、あ、ポケモンリーグか。ジムじゃねえわ。まだまだや、じゃあ。それでですよ。銀河団がね、いるわけですよ。こっちに。こっちだったっけ？あ、いたいた。道開けてる。行けるようになってるのか。なんか、バラバラになってるよ。なんで二つに分かれてんの？三つの湖のポケモンたちは何かで繋がっているらしいな。立志湖を爆破したら真ん中に洞窟が出てきたぞ。あ、そういえば立志湖の真ん中の洞窟行くの忘れてた。お前も湖のポケモンを？雪の中、暇なやつだ。これ何？ちょっと今行ってみよう。エイチコね、来た。畜生、気がダメ。ふん、もう終わり？あなたのポケモンはまあまあでもあなたが弱いものね。それでは湖のポケモンを助けるなんて無理な話。ポケモンチャンピオンだって諦めた方がいいわね。それにしてもここ寒すぎるわ。トファリのアジトに戻りましょう。高彦やられたのか？あら、あなた白帯であったわね。いい？これから銀河団はみんなのためにすごいことをする。だからポケモンがかわいそうとかくだらないことで私たちの邪魔をするのをやめてほしいわけ。トバリのアジトに乗り込んできても意味ないのよ。では失礼。トバリのアジトに行けと。あ、なんか悲しそうな顔してる。そうだよ、銀河団相手に何もできなかったんだよ。あのユクシーとか言われていたポケモンすごく辛そうだった。ユクシー、俺強くなる。なんか勝ち負けとかそういうのじゃなくて強くならないとダメなんだ。あー、一回ねこういうことごとく負けを知ることで成長するんですね、彼も。で、なんですか、なんか真ん中に洞窟出てますね。エイチコも洞窟出てんのか。この洞窟でちょっと見てみよう。あ、ちょっと洞窟見る前にポケモンだけちょっと入れ替えようかな。レントラー一番前にしようか。で、いつもの夫人ぐらいに戻しておきましょう。ペンタロー2番手ね。はい、こんなもんで。何ですか、この洞窟。どうなってるんですか？何かありますか？エイチコの洞窟。空洞か。あ、何もないんだね。なるほど。で、まあ、高彦がボコボコにやられているっていうのを見たんですけど、こっからどこに行くんでしょうね。銀河団のアジトへ向かおう。あー、なんて言ったっけ、トバリっつってた。トバリの銀河団のアジト。トバリどこや。あー、あった。旗立ってる。これだ。トバリシティのね、銀河団のアジトがありますよと。こんな街の中にアジトあるっていうのも、まあ、すごい話ですよね。よう成り立ってんな。と、あとね、ま、あとね、捕まえたポケモン、ここで捕まえたポケモンが、ゴーリキーとニューラぐらいだよね。
多分もうちょっとねなんかいる気がするんですけど、ちょっとね野生ポケモン見てみますか。それこそなんか氷タイプの何かが出てくればいいんですけど、どうでしょうか。来た、待ってました、雪かぶりね。こいつ捕まえたかった、こいついると思ってたよね。まあどうしようかな、あれ使ってみようかな。戦闘開始してすぐに投げれるボール、戦闘開始してすぐに投げるとなんか効果があるボールをね持ってたのよね。なんだっけ、クイックボールか。戦闘が始まってすぐに使うと捕まえやすくなる、ちょっと変わったボール使う。どうだその効果は、捕まえやすくなるんでしょ。おい来た、早っ、一撃すごいね、一揺れで捕まえれる、バッチリじゃないですか。樹氷ポケモン草氷、なるほどね。浮き泡で暮らしている滅多に出会わない人間を珍しがって近寄ってくる。おお、なるほどね。雪かぶり、名前何にしようかな。何に見えるこれ。ちょっと待って。名前悩むぞ。かぶたにしようと思ったけど、こいつメスか。かぶみ。そんな言葉が頭を流れてきました。かぶみというボックスへ送ります。はい、というわけで、まあ雪の下捕まえたからいっか。ちょっとまあスプレーでね、ちょっと虫よけしまして。こっからまたちょっと遠いですね。トバリシティへ向かっていきます。ちょっとそこまで行きましょうかね。ああ、そういえばあれか。ロッククライム持ってっから、これロック、これ登れるってことね。こういうの。一回ちょっと登ってみようかな。使ってみる。どうだ？野生のビーダル。ビーダルとかビッパとかめちゃくちゃなんかいろいろしてくれるのはすごいな。あ、ここにトレーナーいるわ。このトレーナーちょっとやってくか。ついでに。この寒さに耐えられる俺はどんな攻撃もへっちゃらだ。さあやってまいりました、空手用の男児。格闘でしょう。ゴーリキーね。どうしようかな。むっくりに入れ替えてもいいけど、なんかめんどくさいな。それはそれでめんどくさいかもしれん。一応効果ある。どうだろう。10万ボルトで落とせるんじゃないかな。レベル10以上離れてるよね。あ、いけます。余裕です。全然余裕。いけたわ。よし、一匹だけやった。すげえな、こんな雪山で裸足こいつ。やばいね、やっぱ精神力ね。えげつないですね。めっちゃスキーの人たちがね、いますけどもね、迷惑なお客様が一人いますね。回転してんだよ。ちょっとじゃあ、変えよう、ポケモン。ヒヒンね。これ戦闘にしときゃいいだろ。氷タイプ使ってくんでしょ。来いや、迷惑。俺が止めてやる。スキーの途中だがお相手するよ。シュプール。ダリーこいつ。迷惑客の態度や。富士やね。おいおい、しつぶて。あら、全然炎と関係ない。タイプとか関係ないな。そもそも炎効くんか、しつぶてに。焼け石ができるだけじゃないこれ。今一つじゃねえか。ちょっとどうしよう。さすがに帰るか。ペンタロウ、石つぶても出してくんだね、この人たち。あんまり氷縛りはないのか。まあでも防御力を上げたところで、ペンタロウの波乗りの前には無駄なことよ。あいだ、あられがちょっときつい。お互い様か。それは結局波乗り一番強いな。命中率の高さとなんか攻撃力の高さがちょうどいいよね。まあ、ちょっとあられはね若干痛いですけれども、雪かぶりということで、こっちは炎ポケモン出しましょうか。ヒヒンをねやっぱちょっと使っていきたい。これからちょっとなるべくね積極的にヒヒンを使って成長させていきたい。これポニータ進化するよね。ポニータ止まりじゃないよね。まだ見たことないけど、そもそもポニータの進化先、相手のポケモンでも。あいた、うちの方が早いのか。いけ火炎車。ゴローン。ゴローンということは石つぶての上のやつか。ペンタロウでやれるかな。あ、また波乗りでやれるでしょ。なんか自爆とかされたら嫌だな。自爆される前にこっちが早いか、さすがにね。レベルも高いしね。もう20ぐらいだって差あるもん。こんな負けるわけがない。20差は圧勝。おやー、頑丈もしか。こいつ残りの体力で自爆とかしてくる。まさか、怖すぎ。あ、怖いよね。そんなことせんよね。やっぱ自分のポケモンは、わ、めっちゃ投げてくるこいつ石。いやー、じゃ多くね。いや、まだやば、4回当たってる。やば、ほぼ全部当たってない。あ、でもあられで死んだ。
そうよね。この場所でガンジャはめちゃくちゃ意味ないよね。それはもうしょうがない。アイスバーン、ちょやめなさいその回転。あなた迷惑でしょ。来た、おとなしくなった下のやつら。冬の楽しみといえば1にスキー、2にポケモン、3は3は何やろな、やっぱ食べることとかかな。さあ任して、ロゼリアですか。あ、ちょうどポニータ今出しますよね。私燃やしてありましょう。ちょうど効果抜群じゃねえか。いけ、完璧。何体持ってました、ちょっと確認してませんでしたけど。雪かぶり、あーいいね。ほら、ポニータいつ進化すんだ。レベル今なんだっけ、39、40とかで進化する、44とかその辺かな。さああと誰かいますかね。あ、ポケモンボールがある。ポケモンボールじゃない、モンスターボールある。メンタルハーブ、なんか食べたらメンタル鍛えられるとか。バックスアップね、最大値がなんか上がるんだ。あ、いた、こいや、あ、違う、この人違う、あ、違う、この人のトレーナー。この大雪の中まともに戦えるかしら。うん、それはどっちの心配ですか、自分の心配ですか、私に対しての問いかけですか。ムクバード、ムクバードにも炎は効く。ええ、やっぱ生物はね炎を恐れます、基本的には。ええ、なのでムクバードには火炎車で、自然の摂理、こいつをぶつけてあげましょう。火炎車でも効果あり、抜群じゃねえんだ。あー、まあまあやばいかも。やっぱムクバードとかあれか、なんか電気か結局。じゃあこれレントラーに変えた方がいいな、この感じ。結構ダメージ食らう割にダメージ入らんもんな。レントラーしよう。オッケー、じゃあ、まあ、10万ボルトで。うわ、ガムシャラってなんだっけ。あ、いたたたたた、うぅー、こわー、やばー。待って、38レベルでこれだけのダメージが。ガムシャラ自体がそもそもなんかそういうやつか、やばいやつか。マジでやめてくれ、死ぬかと思ったよ、レントラーが。危な、危ねえわ。勝負の風向きが変わった、ええ、ぽいことね、こうスキーに交えてなんかそれっぽいことを言おうとする、よくないですね。あ、レッドビームだ。氷タイプね、氷タイプそういえば持ってないですかね。確かに氷タイプ育てる余地はあるのかもしれんが、でも今から育てても多分ねリーグまでにはそんなに育たないよね。おい、来た、よし、じゃあ戻りますか。じゃあまたちょっとなんかあるまでね、カットします。